こんにちは、松はいつも一人の松です、今回はですね、つい先日行われましたマンチェスターユナイテッドの開幕戦、ブライトンとのホームでの一戦を、もう一度ちょっと振り返りながら、マンチェスターユナイテッドに必要な人材についてと、エリック・テンハグについて、そしてマンチェスターユナイテッドの未来についてもう一度開幕戦をちょっと含みながら、ちょっとこう考慮しながらちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、ではマンチェスターユナイテッド、今シーズンのプレミアリーグの開幕戦ブライトンとの一戦を、1対2という形で敗戦しました。どういった内容なのかっていうのはね、そのラジオを出しているので、そちらを聞いていただけたらなと思うんですけれども、とにかく結果としては、エリック・テンハグもやっぱりプレミアリーグに挑戦する初めてのシーズンということもあって、やっぱり環境もそうだし、プレミアリーグの強度もそうだしスピード感もそうだし、いろんなところでこう未知なところもあったと思うので、その辺でね、困惑したところもあったでしょうし、やっぱり対戦相手の実力っていうのがね、とてつもないものだっていうものは、事前に、僕らはね、マンチェスターユナイテッドのサポーターに限らずプレミアリーグのサポーターの方が、プレミアリーグを普段見られている方々とか、グレアム・ポッターっていうね、指揮官の、有能さ実力っていうのを知っている方はね、今回の開幕戦がブライトンって知った段階で、うわー、くせ者だなと、ちょっと大変な試合になりそうだなっていうことは、前々から分かっていた方も多いかなと、思うんですけれども、その中で、ちょっとね、前半戦に大きく圧倒されまして、内容結果ともにちょっと残念なものになってしまったというところで、マンチェスターユナイテッドの開幕戦は、終わったんですけれども、とはいっても、開幕まだ1試合終えた段階なので、これからね、まだまだ試合はあるし、現実を見つめながら、チームをもっとねより強化していって、共有力約束ごととかね、決まりごとみたいなものをもっともっとチームとして、行えるようになっていけば、もっとチームとしてね機能していくっていうことはあると思うので、まだまだねチームにそれこそエリック・テンハグに対して、評価を与えるのはまだまだ早いかなと、個人的には思ってるんですけれども、まずですね、開幕戦のことを振り返るにあたって、選手の話を今回はちょっと中心的にしようかなと思ってるんですけど、ユナイテッドの、スタメンがゴールキーパーデヘアで、で右サイドバック4バックで、ダローとマグワイア、リサンドロ・マルティネス、ルークショーで、ダブルブランチにマクトミネ・フレジが入って、で右にサンチョ、トップ下ブルーの左ラッシュフォード、ゼロトップのような形でエリクセンが入る形で、スタートしたんですけど、ビルドアップするときにプレシーズンでも行ってましたけれども、2センターバックプラス、1アンカー、いわゆるダブルブランチの1枚がアンカー化するような形で、ダブルブランチの一角がインサイド化するような形、最近アーセナルのアルテタもよく取ってる形ですけど、アーセナルの場合はトーマスとジャカで、トーマスがアンカーになってジャカとウデゴールがインサイドになるみたいな形になってるんですけど、ユナイテッドもその形を取ってると。ただやっぱりトーマスと、フレッジでは、個性も特徴も違うし、スタイルも全然違いますよね。でじゃあ逆にマクトミネをアンカーにしたらいいのかっていう話になると、マクトミネをアンカーにすると、その守備の強度みたいなところではある程度仕事ができるのかもしれないけれども、これから攻撃に運んでいきたい、ビルドアップで相手のブロックをほどいていったりとか、配球で相手の背後にパスを出せるような上級な質をこう配球できるような選手なのかって言われたら、マクトミネはできないですよね。伸びのあるキックはできるんですけど、こう背後に落とすボールはね、できないというか、ちょっとこう質は正直言って低いんですよ。なので、その辺で、テンハグはアンカーをエリクセンにしてマクトミネ下げましたよね。最初は残してましたけど、で最終的に変えてファンデベーク入れたりして、あの辺はね、テンハグやっぱりこう今の状況に応じた起用法っていうのを的確に行ってるなと思ったので、僕はね、もうさすがだなと思ったんですよ。
まあ、そこで確かにそこで潰されたりすると、まあ、リスクにはなるけど点を取りに行かなければならない状況になったので、エリクセンをアンカーに置くことで仕事をさせると、そこでボールを受けて散らしながら、まあ、リンクマンの意識が非常に高い選手なので、状況に応じたポジショニングで背後に落とすボールもそうだし、サイドにつけるボールの質も一級品だし、降りてくる選手に対してのパスも一級品、まあ、とにかくアンカーに置くことによって相当機能しましたよね、配球っていう部分で。で逆にマクトミネを最初にまだ置いてた時はやっぱり高めの位置で彼を使ったとしても、まあ、仕事があまりできないと。インサイドでポジションを取ったとしてもやっぱりそこでこう押し込んだ状況でセカンドボールに変わった瞬間の切り替えの段階でファーストディフェンダー、ファーストホルダーに対してのアタックとかはとてつもないものを提供できるんで、その瞬間は輝くと思うんですけど、やっぱり自分がボールを持ってどの選手を使うのか、どういう風なアイディアを出せるのかっていう判断になった時にマクトミネはまあないじゃないですか、そういった能力がもともとね、まあ、それを特徴にしてる選手でもないので、だからそこに対してあやっぱり無理だなって思った段階で、まあ、ファンデベークに変えたことはまあ理にかなってるし、ファンデベークはやっぱり相手のライン間とかでボールを受けたりとか、サイドで幅を取った選手に対してニアゾーンを取って深い位置取りに行くランニングとかできる選手なので、この辺はやっぱり現場が今はどういう状況になってて、どういう風な運びができてて、どのポジションに人が立ってるんだけど、そこでその仕事、的確な仕事ができる人材なのかって見た時に、ちゃんとね、できるできないを判断してできる選手に変えるっていうのはエリック・テンハグさすがだったと思うんですけど、まあ前半に行ってたような、まあ、ゼロトップのような形っていうのはまあまだまだ機能しないというか、それこそハイプレスではめてくるような相手になってくると、まずそこまでボールをつなぐことができないし、今のユナイテッドは迂回経路も作ることできてないし、サイドでハマった時にかわせるほどのこの技術とアイデアを持ってる選手もそこまでいないと。で逆にロングボールを蹴ったとしても、まあ、前線にいるのはエリクセンだったりラッシュフォードだったりサンチョで、ハイボールに対しては弱いで、背後のボールに対してはラッシュフォードは特に動きの質が悪いで、サンチョはボールを持った中でも、まあ、特別な質を提供できるし相手をかわすだったりとかできるんですけど、ラッシュフォードはここ最近、まあ、スピードはあるし、スピードなんて言うんだろう、まあ、スペースで勝負することはボールを持った中ではできたりするし、そこで動きの質をちゃんと提供してくれれば彼の特徴は出るんですけど、やっぱりセンターバックだったりとか、どこか瞬間でこうサイドバックだったりとかがこうフリーになったタイミングで前線が動いてないと出せないんで、近い位置にしかボールをつけることができないと。やっぱそうなってくると、そこでまた捕まってショートカウンター食らってやられるみたいなことが、まあ、ブライトン戦でもあったようなことがね、まあ、出てくるんで、まあ適材適所に必要な人材と、やっていくフットボールに対して必要な人材、能力を備えている選手が必要なんだっていうことが、まあ第一節でもう露呈したじゃないですか。だからどちらかというと、監督っていうのは必ず勝利をこうも、与えることってできないじゃないですか。どの監督でもそうじゃないですか。ただよりこう勝利に近づくためのものを、まあ、与えてあげるというか、勝利の可能性を引き上げてあげることこそが監督の仕事だと思うので、理にかなってるものを提供するとか、その状況を判断して一番的確な采配だったりとか状況の変化っていうのを起こせる監督がやっぱり優秀だと思うんですね。だからこそ今ヨーロッパのトップに上がってるような監督っていうのは、そういったところがやっぱり秀でてる監督が多いし、よりこう監督のためにって思って戦ってくれる選手が多い。だクロップとかはどちらかというと修正とかめちゃめちゃうまいっていう感じではないし、まあ全然下手ではないですよ、下手ではないんだけど、やっぱり監督に対しての信頼がとてつもなく厚いということと、やっぱり監督のために戦おうっていうものがまずメンタルとして備わってる中に、ある程度チームとしての約束事がきっちりと決まってて、あれだけのハードワークができるので、あの強さがあるじゃないですか。でペップも、まあ、確かにクロップほどの、なんて言うんだろう、この監督のためにみたいなものはもしかしたら、なんて言うんだろう、パッション的にはないのかもしれないけれども、でも他の監督に比べたら全然ある方だと思うし、逆に修正だったりとかやり方っていうのには相当こだわって、それについてくる選手だったりとか、そこに必要な人材だったりとか、まあ、技術を持った選手だったりとかをやっぱり集めることによってあれだけのものができると。まあ、トーマス・トゥヘルとかはどちらかというと自分のやり方だったりとか、選手の個性に合わせた采配だったりとか配置とかを考えた中に自分の軸みたいなものを入れて、そこに対して細かな修正をこう加えられる監督なんで、まあ、僕は好きな監督なんですけど、まあ、ナーギルスマンもどちらかというとそっちタイプかな。なんで、まあ、テンハグはどちらかというと、まあ、こういうクロップだったりペップだったりとか、
まあ、ナーゲルスマンとかマトゥヘルとか、まあ、このどれかのタイプに近い、どれに近いですかって言われたら多分ペップ寄りになると思うんですよ、どちらかというとね。クロップではないと思うし、ちょっとこう攻撃に曲振りした感じの、ちょっとリスク管理も若干甘いけど、でも攻撃に対しては相当こだわる、技術を持った選手を求める監督だと思うんで、どちらかというとやっぱペップ寄りに近いと思うんですね。でセカンドボールに対してのアタックだったりとか、ファーストディフェンダーへの対して、ファーストディフェンダーに対してのプレスに対しては相当求めるし、だから、まあ、アヤックスでやってたフットボールの内容とかも考えると、まあ、テンハグは、まあ、優秀な指揮官であることは間違いないと僕は思ってるんで、どういった監督であろうと、まあ、いろんな特色があって個性を持ってて、でチームを作るにあたって、まあ、時間が必要であると。でもその中で今現在保有している戦力の中で、まあ、うまくやりくりしようとして、まあ、使える選手使えない選手ね、まあ、あのピッチ外のところでちょっと問題行動があったりする選手をね、もう簡単には起用できないとか、なんかもろもろこういろいろ出てた中で、まあ、やりくりしなければならない中で、まあ、最終的にああいった形になって、前半は圧倒されたけどちゃんと後半は修正してああいったものを提供できたっていうことは、やっぱり俺はって言っちゃいましたけど、まあ、ちょっと僕は、エリック・テンハグに対しては信頼感は厚い。正直ここで評価をなんて言うだろう、別に悪い評価をそこまで与える必要もないと思うし、そんなに卑下するものを彼が提供していたかって言われたらそうではないと思うんで、僕はね、確かにラッシュフォードの役割とマクトミネーの役割だったりとかが、もしかしたらどうなのって思うところもあったのはありましたよ、ね。まあ、僕ならガルナチョ早めにラッシュフォードの位置に使いたいなとか、マクトミネの位置にもともとそれだったらもうファンデベーク置くか、それともあのガーナーとフレジのダブルボランチにして、フレジをアンカーじゃなくて高めの位置に張らして仕事させるか、プラスガーナーが捕まるんならフレジも降りてきて2枚でビルドアップ形成するとか、僕ならこういう方法を取りましたけど、まあ、でもそれは監督の考えそれぞれに変わるし、まあ、それぞれのアイディアだったやり方にもよるんであれですけど、まあ、皆さんもねそれぞれこういったやり方で僕ならやってたとか、でどういう風にボール運んでとかっていうのをね、皆さんそれぞれ持ってると思いますよ。ただやっぱりその使える選手使えない選手とかもあったので、まあ、僕はテンハグに対しての評価は変わってません。で、まあ、あの皆さんが、まあ、あのツイッターだったりとかもそうだし、あの僕のラジオの等に投稿してくれた方々、マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々がまあ多いですけれども、まあそういった、まあ、コメントだったりとかね、あの発信しているものっていうのを、まあ、見させていただくと、やっぱりこう評価っていうのは結構まあバラバラで、この選手良かったね、この選手悪かったねっていうのも結構まあバラバラなところもあったりはしたんですけど、やっぱりよく言われてたのは、まあ、フレジ・マクトミネーのところと、まあ、10番ラッシュフォードのこと、あとはまあ右サイドバックと右のセンターバックのマグワイアの背後のところっていうのは、まあ、結構まあ全般的に言われてたのかなと思うんですよ。でフレジ・マクトミネーの個性に関してはもう先ほども言ったんで、まあ、割愛させてもらって、彼らダブルブランチで起用することは別に間違いではないんですけど、まあ、インサイド化するような形も、まあ、悪くはないんですよ。悪くはないんですけど、ちょっとブライトンの質が良すぎたがあまりに、やっぱりその狭いスペースで仕事をしなければならなくなった時に、まあ、彼らがやっぱりミスをしてしまうっていうことがあったので、まあ、フレジもねやっぱりミスも多かったし、だからまあどうしてもねこのミスの多かった選手とか、まあ、あんまり仕事ができてない選手に対してねバンバン評価がバーンっていってしまうのは仕方ないんですけど、だからこういったフットボールを展開していく、狭いスペースでも仕事ができるような選手をやっぱテンハグ求めていくっていうことを考えると、まあ、いずれ特にマクトミネーとかは出番がちょっとだいぶなくなってくる可能性はあるかなと思うんですよ。確かに気持ちとかメンタル的には、まあ、勝負ごとに返して その熱い思いとかはまあ、とてつもないものを持ってるし、ユナイテッドにとってね、まあ、必要な人材になってもおかしくないかなって思うんですけど、やっぱりその低い位置だったり高い位置で仕事ができる、まあ、低い位置で仕事をさせるならそこでやっぱ相当な質を求められるし、高い位置なら高い位置で質を求められるんで、いわゆるどちらかといったらこう守備に能力を持っているマクトミネと、ハードワークさとその球際のところである程度力強く守れる、粘り強く守れるフレッジっていうこのダブルボランチは、多分この先、まあ、1年後2年後には多分この形がなくなると思うんですよ。
多分もっとアンカーで一人で仕事でボールをさばける選手と、そこにサポートに降りてきて状況に応じて判断できるようなエリクセンとブルーノのインサイドとか、そういったことになっていくと思うので、まあ、彼らがよりこう明確に出番を得ていくためには自分に合ったチームを選んでいくのか、それとも自分の能力を伸ばしていくのか、まあ、どっちかしかないんですよね。だから僕は多分近い将来マクトミネかフレジどっちか放出されると僕は思ってます。まあ、僕ならマクトミネ出してフレジ残しますけど、まあ、皆さんは分かんないですよ。でも仕事が相当あの狭い局面で仕事ができないと、まあ、厳しいっていうのはもうね、もう明確に出たじゃないですか。でそれこそチャンピオンズリーグとかになってくると、まあ、あのレベルでさらに相手の質も高い選手が出てきますから、ね、あそこで仕事できないと、あれ一本ミスしてブライトンには2点取られましたけど、それがねやっぱりリバプールだったりシティだったり、今バイエルンとかマドリーとかねバルセロナとかなってきた時に、多分もうとことんやられて前半で3失点みたいなこともありえなくないですからね。やっぱりその辺でね、まあ、彼らをまあうまく起用するためにも、まあ、テンハグにはね采配のところを求められてくると思うし、それこそ僕はね今シーズンガーナーにもっと時間与えてあげた方がいいかなって正直思ってるんですよ。大きなビッグマッチで彼を起用するのは怖いっていうのは分かるし、まだまだ経験的にもプレミアリーグの経験もまだ浅いので、難しいっていうところもあると思うんですけど、今季はね僕正直に言うとチームを作るっていう段階の上でこう若手を成長させる1年にさせるべきだと僕は思ってるんで、こうチャンピオンズリーグの出場権獲得とかできたらそれは嬉しいですよ。でも現実的にやっぱりその相手のレベルとかもどんどん上がってきてて、今のマンチェスターユナイテッドの補強的に3人しかまだ取れていないっていうこの現状を踏まえると、やっぱりなかなか厳しいものもあるので、ガーナとかね、アンカー適性のあるような選手、配球もしっかりとできるような選手とかを、まあ、もっと使ってあげてほしいなって思うって感じですかね。はい、で、10番ラッシュフォードに関してなんですけれども、僕はね確かにプレシーズンよくやってましたよ。まあ、対戦相手の質もあるし、相手もまだ準備期間ということもあるし、強度もそうだしプレースタイルもそうだし監督の質も、まあ、あって、ラッシュフォードの、まあ、能力みたいなものも生きるとこもあったんですけど、やっぱりこう狭い局面で仕事をしなければならなくなったりとか、あれだけこう押し込まれた状況になった時に前線でどれだけ上質な質を動きを見せられるかっていうのは相当求められてくると。でこうなった時にやっぱり仕事ができないってなってくると、まあ、正直に言って致命的なんですよね。僕はもう昨シーズンもそうだし、もうラッシュフォードに対してはもうずっと同じ評価言ってるんですけど、もうオフザボールを早く徹底的に直してくれと。もうマジでここ直さないと難しいし、正直マンチェスターユナイテッドにとって彼を今起用するメリットって正直あんまないんですよね。その世間的に慈善活動しているとかいい面は確かにピッチ外の部分ではあるんで、そういったいいイメージはあるのかもしれないけれども、ユナイテッドっていいイメージを持ってほしいクラブなのか、それとも勝っていきたいクラブなのか、どっちなのっていう話じゃないですか。当然後者ですよね。勝っていきたいじゃないですか我々は。マンチェスターユナイテッドって勝っていかないとマンチェスターユナイテッドじゃないですから。もう そういうクラブじゃないなら、もともとファンになってない方も多いおるかもしれないし、マンチェスターユナイテッドに魅力を感じていない人もいるかもしれない、もしかしたら今マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々で。やっぱりユナイテッドがプレミアリーグのタイトル、プレミアリーグのトロフィーを掲げてる姿を見たい、勝っていく姿を見たいってみんなが思ってるじゃないですか。だからこそその勝つっていうものに徹底的にこだわる、その中で内容の方にもこだわるエリック・テンハグっていうものが来てくれたんだったら、やっぱりそこの中で見せる選手の質っていうのも徹底的にこだわらないとダメだし、その動きのところでもやっぱその選手に対してきっちりと評価を与えていかないとダメ。だからこそラッシュフォードに関してはもし今季で本当に治らないなら、僕はもう放出した方がいいと、もう僕はもうずっと思ってるんで、まあ、もし僕だったらね、オフザボールのところとか、まあ、あのライバルの選手のビデオとか見せるの本人にとっては屈辱かもしれないけれども、まあ、ニャブリとかね、マネとか、ユベントスのキエーザとか、あとはそうだな、まあ、ルイス・ディアスとかもまあそうかな、あとはそうだな、アンスワティとか、動きの質でいい選手でしょ、
とはそうだな、まあ、この辺りにしようか、まあ、この辺りの、まあ、ビデオを見せて、でラッシュフォード その同じような状況の時のビデオを見せて、この動きの質を、まあ、見比べてもらって、逆にこの選手がこう動き出したことによってこういうチャンスができてるし、あれだ、相手のプレスに対して一気にかわして背後でボールを受けることによって相手のラインが押し下がりますよね、でも逆にあなたはどうですか、同じシーン何回もこういうシーンがあるのに動きの質のところであんまり提供できてないよ、足元でボールを受けるシーンが多すぎるよ、足元で求めるシーンが多すぎるよってなったらね、やっぱり、まあ、もちろんボールを持った中で明確な違いを作れるんだったらあれですけれども、まあ、ここ最近あんまり作れないじゃないですか。もうサンチョはね結構特別なものを提供してくれてるんですけど、もうボールを持ったらやっぱり今のラッシュフォードってスピードとスペースしか仕事できないんで、まあ、あとキックのインパクトはね強いんですよ、強いんですけど、もうそれだけでも勝負できる時代はもう終わったので、徹底的に整理されたものの中で勝負しなければならないんでね。だから、まあね、本人が10番を背負いたいって言って背負ってるんで、そこは別にどっちだっていいし、本人が背負いたいって言うんだったらもう背負わせてあげたらいいけれども、まあ、いつまでもその背番号を背負えると思ったらダメだし、10番を背負うなら10番を背負うなりのパフォーマンスをしてもらわないとダメだし、自分の今置かれている状況と、なんて言うんだろう、ほぼ同世代と言われているようなエンバペがあれだけ評価されてて、自分はこういう評価だっていうところの、なんでこの差が生まれているのかっていうのを、まあ、見つめるというか、自分でこう解決していくのか、その監督だったりに指導を請うのか、それとも監督が教えるのか分かんないですけど、まあ、こういったところを直していかないと、まあ、いつまでたってもこのままだろうなっていうのがあるんで、やっぱりマンチェスターシティに行ったハーランドもそうだし、まあ、ズラタンとかもそうじゃないですか。自分よりも優秀な選手のビデオを見てとか、経験を積む中でそういうビデオを見て、自分たち、自分よりも上と言われている選手たちがどういう動きをしている、自分にはどういう動きの質が求められる、どういう仕事が求められるっていうことを考えたときに、彼らはストイックにビデオを見て成長していってるわけじゃないですか。でスターリングとかはもともと動きの質、オフザボールのところでは結構壊滅的に良くなかった選手だったんですけど、マンチェスターシティでペップに出会ったことで、ボールの受け方、体の、向け方と足先だったりとか、ドリブルする方向もそうだし、整体するっていうところでやっぱり相当徹底して教え込まれたことによって、まあ、ボックス内でもあれだけ仕事ができるようになったじゃないですか。まあ、最終的にはねチェルシーには行きましたけれども、でもチェルシーでもしっかりと試合に出てるわけじゃないですか、仕事をしてね。でもラッシュフォードがじゃ今のままトーマス・トゥヘルのとこに行ったとして試合出れるかって言われたら、まあ、出れないと思うし、なんか試合に出たいっていうだけなんだったら別にユナイテッドじゃなくてもいいと思うし、まあ、めっちゃ厳しいこと言ってますよ今僕本当にね。だからラッシュフォードのサポーターの好きな方にとってはもしかしたらなんでって思うのかもしれないけれども、僕はやっぱりラッシュフォードっていう選手に対して期待も込めて言ってるんで、これはでマンチェスターユナイテッドの10番を背負ってるからにはやっぱり相当求めないと、だって我々は勝っていかないとダメなんだから、やっぱ求めないとダメなので、見比べる選手だったりとか比べる選手はやっぱ上質な選手と比べないとダメなので、やっぱりちょっと、まあ、ラッシュフォードに対しては、まあ、僕は厳しい目線を常に持っております。本当にもともとずっと、出てきたのがファンハールの時代でしたっけ、ラッシュフォードね。まあ、その時から、まあ、監督もそうだし、徹底的にそう、ね、相手のブロックをほどくのもそうだし、つなぎのところもそうだし、オフザボールのところで徹底的に教え込むような指導者とも出会ってないし、でプラスイングランド代表の監督もサウスゲートでしょ、その前はあれでポジションでしょ。もうだからそういったところにこだわるような監督と出会ってないのも、まあ、彼にはかわいそうだなって思うところではあるんですよ。やっぱり監督の出会いって相当大変、大事なの でその環境を選ぶのも、まあ、自分自身なんですけどね。なので、まあ、ラッシュフォードは、まあ、僕の中ではもう今のところ評価は、まあ、あんまり高くないので、10段階で言うと僕3ぐらいなんで、なので、まあ、彼がどういうふうに成長していくのか、どういうふうに課題解決していくのか、まあ、これも何回言ったか分かんないですけど、もう数年前から言ってるような気がしますけども、
まあ、今年解決できなければ多分来年以降出番が相当減ると思いますね。まあ、もしかしたら、まだ第一節終わったばっかりなんであれなんですけど、まあ、あと数試合終わって同じような状況だったらテンハグももう使わないっていうこともあるかもしれないし、それこそウィングの選手だったりとか、まあ、シエシとかね、まあ、アントニーを取りに行くなら取りに行くで、まあ、いいですけど、その辺の選手を取った時に、まあ、アントニーを右だったりとかシエシを右に置いて左にサンチョ回してってなってくると、もうラッシュフォードの立ち位置ないですからね。で今回またちょっと話変わりますけど、ロナウド結局やっぱ必要だったじゃないですか、ね、後半やっぱり彼がやっぱりマーカー引きつけてくれるし、中で相当なレベルの上質な動きの質見せてくれるんで、やっぱ相手も引きつけられるし、そこでスペースが空くと違う選手が侵入していくスペースができる。だから僕ロナウドの必要不必要に関しては、いや僕は必要だと思いますみたいな感じのね、まあ、意見を通してきましたけれども、まあ、理由はこういったところにあるんですよね。やっぱり最終的な目標ってゴールで、どれだけドリブルに魅力のある選手であろうが、突破に魅力のある選手がいようが、最終的にゴール取れないと勝てないんで、そこにゴールを取るっていうところに相当こだわって動きのところで提供できる、そのしかも数字を残してきているロナウドっていう選手を、まあ、使うっていうことはやっぱり必要だし、僕はやっぱ絶対必要だなってやっぱ思いましたし、だ僕はねロナウドを残した状況でシェスコを取って、シェスコと彼のツートップも見てみたいし、彼にロナウドの動きのところを学んでほしいんですよ。だからこれから先ロナウドのようにマンチェスターで間違いなくレジェンドになっていてほしい、まあ、まだ取ってない選手の話するのは何なんですけど、彼の元で学んでどういう風にやっていけば自分もこういう風になっていけるのか、まあ、ロナウドと同じ数字を残せるのか分からないですよ。でも彼のキャリアにとって間違いなくいいと思うんですよ、ロナウドと一緒に練習できること。ロナウドに対して、まあ、本人がねこう前向きにこうストイックに彼に対してこう言葉をかけられる選手なのかにもよりますけれども、まあ、近くで見たら分かるじゃないですか。その辺にも徹底的にね、近い環境で見てもらうためにもシェスコを早く目の段階で獲得してほしいとも僕は思うんでね。まあ、とにかく、まあ、グレイザーも見に来てましたけども、まあ、早めに選手をもうちょっと取らないとダメですね。3人では足りないっていうことがもうあからさまに出ましたから、早く動いてくださいって感じですね。はい、あとはそうですね、まあ、センターバックもそうですかね。あのリサンドロ・マルティネスに対して、まあ、結構評価ねまばらだったんですけど、僕はね別に全然悪くなかったと思いますけどね。まあ、プレミアリーグの初戦にしては、まあ、パフォーマンスレベルもちゃんとある程度してましたし、逆に僕からすればマグワイアの方がちょっと不安残りましたけどね。やっぱりあのフィードは良かったんですよ、フィードは良かったんですけど、やっぱり裏を取られるともう瞬でそこボールキープされちゃうん で一気に相手のライン上げられて自分たちは下げざるを得なくなってくると、これはやっぱ僕ね気になるんですよね。後半だったかな、前半だったかな、なんか結構押し込んだ状況でユナイテッドがプレスをかけて制限かけた段階でセンターバックが中盤の選手だったかな、まあ、背後に一発ボール出たんですよ。でスタート位置はマグワイアの方が早くて、でベルベックと競ってたんですけど、でも最終的にベルベックに体入れられてボールをキープされたんですよ、あの 自分たちの あのゴールライン際のところでね。であそこでスピード負けしてフィジカルでキープされてしまうと、そのままボール当てられたらコーナーキックになるし、キープされたら先ほども言ったようにライン押し上げられて一気にこう相手のチャンスになるっていうことになるじゃないですか。だから相当ハイラインのフットボールするんで、これから先ね相当危ないなってやっぱ思うんですよね。どう思います皆さんは。なんかマグワイアを別に起用するのは悪いとは思わないですけど、やっぱりスピードのところはね、スピードのところと出足のところはね、やっぱテンハグのフットボールには必要不可欠だと思うんですよ本当に。やっぱ僕ならバイリーとリサンドロ・マルティネスで行くけどな。僕ならね、皆さん分かんないですよ、皆さん分かんないですけど、バイリー、リサンドロ・マルティネスで状態が良くなったらバランも使いつつで、リンデルフは計算できるんで残して、
僕ならこの4枚でいくかな。まあマグワイアもね、どうなんだろうな。あのロングボールとかハイボールに対してはね、ある程度強さ見せられるんで、そこはまあ魅力なんですけど、難しいですね。でも、まあ、僕は長らくバイエルンも応援している身なので、バイエルン目線で話させてもらうと、マグワイア、マンチェスターユナイテッドのフォーバックの中にが今のバイエルンにごっそり変わったとしたら、多分監督がナーゲルスマンでね、今のバイエルンのハイラインフットボールの中だったら、多分マグワイアは除外されるんですよ。多分ね、バイリーとリサンドロ・マルティネスとバランで多分使い回されると思うんですよ、今のバイエルンにもし来た場合ね。なんでかっていうと、バイエルンはもう長年ずっとハイラインで、もう相当攻撃にリスクかけながら、もうプレスも連動した中でフットボールしていって、チャンピオンズリーグ優勝とかブンデスリーガ優勝とか、まあ、6冠全部取ったんですよ、ハンジフリックの時に。でもあの時に唯一言われた弱点っていうのが、背後のスペースで受けるカウンターだったんですね。でも背後で受けるカウンターの時に、僕らが対応するバイエルンの選手が対応する選手って、当時はアラバ・ボアテングがいて、で右サイドバックはパバールで、左のサイドバックはデイビスだったんですよ。でもアラバとかデイビスは速いんですよ、スピード。でパバールもまあ速いんですけど、ボアテングが若干遅いんですね。でもこの選手たちですら、ね、対応できる瞬間は個の能力だったりとかスピードのところで対応できて処理できる部分もあったんですけど、この選手たちですらスピード負けする時とかやられるシーンとか出てくるぐらいなんですよ、圧倒されてね、カウンターの脅威を持ってるチームとかだったりすると。だからそこでスピードがもしない選手が一人おるだけで、そこで出遅れが一人出てる状況で勝負されるんで、ちょっと厳しいと思うんですけどね、僕は。それこそね、だってテンハグがアヤックスの時に使ってたセンターバックはリサンドロ・マルティネスでしょ、でティンバーでしょ、ほんでデリフトでしょ、でブリントか、まあ、ブリントもまあめちゃめちゃスピードがあるタイプではないけど、でもまあマグワイアよりはねキレはあるしスピードもあるタイプなんで、でティンバーとかはねスピードもあるし持ち上がりも積極的だし、リサンドロはまあ足速いしね、でデリフトもそこまで足遅くないしってことを考えると、やっぱり過去に使ってる選手の個性を考えても、ね、どうなんだろうって思うところはやっぱあるんですけどね。でもまあ過去の発言でもテンハグはマグワイアに対して信頼を置いてるんで、ね、まあ、今季は使うっていうことなのかもしれないですけど、ね、実際だって今マンチェスターユナイテッドセンターバック取りに行けるほど余力ないし、まあ、お金も多分今ないでしょ。どちらかといったらまあフレンキーだったりとかウィングに対してお金を使いたいんで、今ねそのこれから使っていくような選手に対してマイナスのイメージなんか言えないじゃないですか、監督もやっぱ戦力でして使うんでね。だからこそ今だけ前向きなことを言って、もう来季にはもうセンターバック取りに行けるようになるんだったら、もう1枚ね取りに行けるってなるんだったら、もうマグワイアはすいませんみたいなことになるかもしれないし、やっぱりそのやっていくフットボールに対して必要な選手ってやっぱ強くなればなるほど必要になってくるじゃないですか。やっぱチーム力で解決できる部分ももちろんあるけれども、まあ、最終的にチャンピオンズだったりタイトルを取っていくってなってくると、最後の個の質のところで相当求められるっていうことはもう皆さんもご存知だと思うんで、その辺で何か一つこう欠点があったりとか簡単に振り切られてしまうみたいなものがあったりすると、まあ、結構大変な思いをするじゃないですか、ね、ってことを考えるとね、もうちょっとハイラインのところで、例えばですけどチームとして、ハイラインに設定した中で相手にボールを回収されましたと、それでしっかりとした約束ごとで制限を徹底的に行うことができたら、もしかしたらマグワイアのその背後を突かれて仕事をするみたいなこと、仕事もある程度減るのかもしれないけれども、でもまあ怖いよね、怖いかなってやっぱ思っちゃうんですよね。やっぱ僕はねバイリーもうちょっと使ってほしいな。バイリーなんで使わないのかな。状態が良かったら僕ならバンバン使いますけどね。
彼と、まあ、何回も言うんですけどリサンドロとで、まあ、バラン、まあ、リンデロフはね僕はマグアイより信頼してるんで、まあ、ハイボールはちょっと怖いですけど、でもまあそうかな、まあでも皆さんそれぞれに描く形も違うでしょうし、ね、どういうフットボールをした時に、まあ、どういう風な欠点が出てそこでその欠点を補える子を持ってるのかとか、そのなんて言うんだろう、スタイルの先に見える課題みたいなものを見つめるとやっぱり必要な能力って見えてくるじゃないですか。だからね、まあ、センターバックは、ね、今までマグアイアもそうだし、まあ、バランもそうですけども、まあ、スールシャール体制で取ってるんで、はい、テンハグが欲しいって言ってるわけじゃないんでね、その辺はねやっぱ考慮しないとダメですね、はい。あとはまあそうですね、サイドバックに関しては、うん、やっぱ低い位置で仕事をさせるとダロとは欠点しか出ないんで、欠点しか出ないというか、まあ、あのキックはうまいんですけどある程度やっぱりこう対人のところになると結構振り切られるし、こう我慢強く本人はねメンタル持って粘り強く守りに行くんですけど、やっぱ振り切られるシーンも多いし、だから彼を低めの位置で仕事をさせないためにも内側で仕事をさせるのか、高めで幅を取らせて仕事をさせるのか、まあ、それをさらに上質でかつ守備のところでも粘り強くできる選手を取るのか、まあ、相当今サイドバックの仕事っていろいろ求められるんで、単純にオーバーラップとかハードサイドでオーバーラップだったり、まあ、戻る守備だったりとか、まあ、地上戦だったりとかのところだけじゃなくて、ね、いろんなところにポジションを取ってね仕事をしていかなければならないポジションになってるし、まあ、そういったものを求める監督に今なってるんで、まあ、ルークショーも、まあ、マラシアもダロトもで、まあ、今出てないですけどバンビサカもそうだし、まあ、彼らは、まあ、いろいろ伸ばさなければならないところも、まあ、あるかなって感じですかね、はい。でもまあ左はまあマラシアとルークショーね、まあ、うまくやってくれそうなんでいいと思うんですけど、まあ、ダロトはダロトでこれからまたね、まあ、課題っていうのは見えてくるかもしれないですね、はい。ってな感じですかね、選手に対して言うことってなるとね、まあチームを作る上ではねやっぱりいろんな選手必要になってくるし、能力高い選手必要になってくるし、でそこで監督の質も求められてくるし、約束事とかの決まり事の質も求められてくるし、で、まあ、全てが整わないと結局は勝てないっていうことなので、今のフットボール界は、ね、まあ、そういった質を監督から徹底的に落とし込めているブライトにああいった形で敗戦したわけなので、この質を持ってたとしても、ね、やっぱり徹底的にこだわらないとダメだなっていうのは分かりましたよね、改めてね。やっぱサッカーってなんだろう、ビッグクラブだから勝つとかいい選手を持ってるから勝つっていうわけじゃなくって、やっぱりチームとしてどれだけのものを持っててどれだけの約束事が決まり事が決まってて、で選手たちがそれを信じてやってて、でその中でハードワークできた上でそのこの選手たちが技術を発揮できる環境を整えてるか、でそこをちゃんとサポートするフロントがいて補強もいてっていうのが整ってるからこそ強いチームが生まれるんで、まあ、リバプール、マンチェスターシティしかりそうだしね、マンチェスターユナイテッドがやっぱここを倒していく、今状態のいいスパーズ、アーセナル、これから上り調子になっていくであろう、まあ、チェルシーだったりとかを倒していく、それよりも上に行くっていうことを考えるんだったら、ね、まあ、もっともっと求めていかなければならないですね。まあ、現状でいいと思っているのは良くないしね、やっぱ進化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 と常に求めていきたいですね、はい。ということで、まあ、以上になるんですけれども、まあ、マンチェスターユナイテッドがね、まあ、好きだからこそちょっとまあいろんな意見が出てきてしまうし、まあ、考えてしまうし、それこそ試合見終わった後にちょっと僕なりにね、もう一回ちょっと試合見て、あのすぐは見てないんですけど、まあ、ちょっと時間空き時間とかちょっと使いながらちょっと見て、まあ、いろいろやったんですけど、まあ、ちょっとデータ取ったりとかね、やっぱこの選手の動きやっぱちょっとあれだなとか、ここにこの選手がいたらどうなるんだろうなとかね、まあ、いろいろ考えたりはしたんですけど、やっぱりまずチームとしての完成度と、そこに質が乗ってくる、この質が乗ってくることを、まあ、チームとして作っていくために、まあ、1年間かけてね
テンハグ、まあ、大変だと思いますけど、頑張ってもらえたらなと思います。はい。まあ、我々は今すぐに結果を求めてはいけない時だと思うので、気長に待って、2、3年後には、まあ、ヨーロッパのタイトル、そしてプレミアリーグのタイトルを、まあ、狙える位置にいましょう。それで帰ってきたぞと、まあ、言いましょうよ、ね、はい。ということで、以上になります。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。